はいどうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、北海道の魅力が伝わるお菓子を紹介していきたいと思います。今日紹介するお菓子はこちら、じゃじゃーん。はい、牛さんの一押しハイチュウでございます。はい、今日はですねこちらの商品を紹介していきます。でですね、こちら酪農学園大学附属の十和の森三階高校というね、高校がありまして、そちらのね高校が高校生がねデザインしてくれたのかな、なんか考案してくれたみたいで、うん、この牛さんのね、魅力がね伝わるというね、そういう配置になっております。コラボ商品となっておりますということで紹介しておきます。行ってみよう。はい、では食べていきたいと思います。はい、ミルクを使った3種の味ということですね。3種類もございます。今回すごいんですよ。はい、まずヨーグルト味、コーヒー牛乳味、いちごミルク味ということでね、3種類の、牛乳が使われたその、味フレーバーになっております。ちょっとわかんないですけど、なんか北海道産牛乳使用とは書いてあるんでね、はい、北海道の牛乳も応援できるんじゃないかなと思います。はい、で後ろにもね森永の牛乳が書いてあってね、はい、本当にね北海道の牛乳本当に飲んでほしいですね。やっぱりね今円安、しかも飼料高騰ね、円安で日本に、飼料をね飼料を買ってるんですけど、円安ですごい輸入したものが高くなってるんですよね。で今全国の酪農さんすごい大変なんですよ、コストが上がっちゃってね。うん、てな感じで、牛さんのね牛乳をね飲もうということね、こちらの商品もね紹介して、そういうね牛乳の消費拡大とかにねつながったらいいなと思ってやっていきたいと思います。では食べていきますよ。はい、じゃあ何から食べようかな。はい、出てきましたこちら、いちごミルク味、いいですね。牛さんクイズ、牛乳の日は何月何日と書いております。牛さんの牛乳の日って何ですかね。牛乳だから牛乳ってことで5月2日とかにしときますか。はい、答えは6月1日です。なんででしょうね。なんでかまでは書いてないと。牛乳の日は6月1日みたいですね。はい。じゃあ、いちごミルク味、いただきます。うん、おいしいね。このハイチュウのさ、柔らかさもおいしいしさ、すごい結構、普通のハイチュウよりもミルク感がすごいですね、これ。あーすごい、美味しいね。牛乳の感じ、とっても出てて、美味しいですね。ミルクがメインなんですよ。うん。いちごミルク味って言ってもね。美味しいです。いいね。はい、二つ目はこちら、じゃじゃーん、ヨーグルト味でございます。こちらにもね、クイズが書いてあります。これ多分クイズね、高校生が考案してくれたんだと思いますね。はい。牛の歯は全部で何本？難しい質問ですね。人間は何本ぐらいあるんだろう？人間のまず数がわかんないね。考えたこともなかった。20本ぐらいあるんですかね。80、20、なんか、みたいな、なんかキャンペーンありますよね。歯を20本残そうみたいな。だから人間20なんですよ。でも牛って多分ね口大きいしね、30本ぐらいあるんじゃないかなね。15本ずつぐらいなら分かります。お、すごい、正解はここ開けると分かるんですけど、32本。おー、結構いい数字言いましたね。32本らしいです。じゃあヨーグルト味いただきます。ヨーグルト、あ、すげえ、めっちゃうまい。これヨーグルト味美味しいね。なんか、ヨーグルッペっていうね、飲み物があるんですけど、そのヨーグルッペに似た味で、ちょっとね、甘いんですよね。このヨーグルト味。ちょっと甘みがあって美味しいですね。ミルク感たっぷりのヨーグルト味になっております。美味しいね。牛さんがドーンって書かれてていいですね。とっても美味しい。製造所は群馬県ということで。はい、群馬県で作られてるみたいですね。
美味しかった。はい、じゃあ次の3つ目食べていきたいと思います。はい、ということでね、3つ目はこちら、はい、コーヒー牛乳味でございます。こちらにも牛乳使われております。牛さんクイズ、牛の耳についている札って何？あれは多分ね、トレーサビリティ的なことだと思いますよ。牛の耳にね、こうやってついて製造固有番号みたいな、なんか牛さんの個体を識別する番号なんじゃないですかね。で、多分トレースできるようになってて、なんかね、あの消費者も確認できるみたいな、そんなやつじゃないですか。あ、合ってますね。個体識別番号、耳しるべって書いてますけど、耳しるべで合ってますかね。うん、耳しるべ、耳に標識の標って書いてて、個体識別番号らしいです。はい、ということで、コーヒー牛乳味、いただきます。すごいコーヒーの香りがする。いい香り。おぉ、いいですね。なんかね、牛乳がね、メインだからね、結構ソフトな感じの、コーヒーが、すごい、まろやかになっててね、うん。とっても柔らかい感じのコーヒーになってますね。うん、すごいね、酪農学園大学の附属高校っていうのがあるんだね。それが永遠の森、三階高校っていうのがあるみたい。うん、なんか僕、酪農学園の人、結構ね、うん、インターンシップとかでね、あったりしますね。うん、結構ね、なんか動物が好きな人多いですよ。牛さんが好きな人とかね。うん、まあそりゃそうか。酪農学園ですから。美味しい。まあ、臭いのがちょっと苦手とか言ってたけどね。うん、いややっぱりね、牛乳ってね、やっぱり絞り続けなきゃいけないみたいなんですよね。なんか、絞り続けるためにはやっぱり飼料も食べますってね。で、絞るのを止めちゃうと、なんか、乳房のなんか病気になっちゃうんだって。うん、だからなんか、絞り続けなきゃいけないから、まあ、農家さんね、赤字でもね、牛乳絞り続けなきゃいけないっていうね、そういうね、厳しい状況に置かれてるみたいですね。まあそんな感じ。うん、だからやっぱり、安定的な消費が、まあないとね、困っちゃうし、まあコロナでね、牛乳、なんか、使われなくなっちゃったみたいでね、消費量が落ち込んでるみたいなので、まあコロナ後、ね、消費をね、上げていくことが大事なんじゃないかなとは思ってます。まあそんな感じです。すごいね、牛さんクイズ結構高校生がちゃんと頑張って考えてくれてますね。牛さんクイズどんどん読み上げていきます。牛の数が日本一多い届く府県はどこ。いや、北海道じゃない。さすがに北海道だよね。うん、はい、牛乳の日は何月何日。あ、さっき出ましたね。同じです。6月1日。はい、こちら、牛の赤ちゃんは何日で生まれる。これ難しいね。60日。あ、違う、280日です。ちょっとダメでしたね。日本の牛乳の輸入の割合、え、日本の牛乳ってほとんど作ってんじゃない。え、牛乳ってね、腐っちゃうよね。だから 98%。 あ、違う、輸入の割合か。だからぜね、少ない方数えなきゃ言わなきゃいけなかったのは 0% です。うん、ほぼ全てですね。全てを国産なんですね。全てが輸入国産なんですね。はい、牛乳の日は何月なんです。これも同じです。うん、牛の胃は何個ある。4つ。うん、そうなんだよね。牛乳って反芻するんだよね。なんか戻して、また口の中に入れて、また戻してみたいな、なんか、ぐる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 なんかやるみたい。それで、消化するみたいね。はい。牛さん1頭から1日に取れる、乳の量は牛乳パック何リットル分、何本分。うん、1リットル何本分、何本分だろう。10リットルとか出んのかな。10本分。いや、30本出るんだ。すごいね。こんな出るんだね、30本も。はい。ミルクを温めると膜ができる現象、なんという。これ難しいな。ラムスデン現象。すごいね。よく考えました。すごいね、難しいね。まあ、そんな感じで、こちらの商品紹介してきました。結構ね、高校生が作ってくれた問題だから、結構難しかったね。うん、結構楽しかったです。ありがとうございます。本当に酪農学園の、永遠の森三階高校ね。うん、いいですね。ありがとうございました。はい、でね、ミルクといったらね、明治のミルクチョコレートでございます。うん、うん、おいしい。このミルクおいしいね。今日はこれぐらいになります。はい。ということで、チャンネル登録、高評価、今日のよろしくお願いします。ということで、以上。